鈴木啓太が中国代表選手に肩をつかまれ首を絞められます。この行為に抗議する日本代表の選手たち、主審は中国選手と鈴木の両者にイエローカードを提示します。試合を通してラフプレーが目立った中国代表、映画少林サッカーに影響を受けた結果でしょうか。